非常食は最低でも3日分。さて時刻は5時12分になろうとしています。ここからは萩原和樹さんのフォト魂のコーナーです。電話がつながっています。萩原さん。はいはい。はい、どうもお疲れ様です。お疲れ様です。声遠くないですか？他の国にいらっしゃいます？なんか、うん、今ちょっともしかしたら聞き取れないかもと思って今聞いてみました。あ、大丈夫ですよ。聞こえてます、はい、聞こえてます、聞こえてます。アンパスです。はい、よろしくお願いします。はい、どちらにいらっしゃるんですか今は？今です、ちょっと撮影と撮影の間の移動中です。はい、あ、そうなんですね。関東エリアですか？あ、そうです、あの東京にいます。はい、都内で移動中です。うんうん、あの東京の方もなんか桜が開花したということで。そうだけどね、場所によってまちまちみたいなんですよ。確かにこっちもそうですよね。え、うん、もうだけど今年は早くて困りましたわ。それはどういう意味で、写真を撮る側としてですか？あ、そうではなくてですね、はい、都内の有名な公園って桜を植えてあるとこが多いんですよ。はいはいはい。そういう公園で撮影をさせてもらうことが多いんですけども、はい、桜の時期は許可が出ないんです。あ、なるほど、そういうことか。はいはい、そうなんです。うん、でそれはその時その年々の開花状況によって時期が変わるんですよ。はい、なるほど、うん。それで先日もいつ去年大丈夫だったからいつ大丈夫ですよねって言っておいたのにもかかわらず、はい、電話がかかってきて、はい、すいません、咲き始めちゃったんで、うん、あの許可は取り消しますみたいな。取り消しになるんだ。あ、ありますね。いや、そうなんだ。そういうことを、うんうん、みんなの公園ですから、うんうん、仕方ないかなと思ってますけども。確かにね。あともう一つ、はい、これも毎年言ってるんですけど、はい、今もうあの月刊誌だと6月号を撮ってるんですよ。え、もう6月号撮ってるんですか？まあ、はい、5月か6月かっていう感じなんですけども、うんうん、はい、どの道桜がもう終わってるんですね。そうですね、うん、こうやって振ると桜が映っちゃう、うん、確かに、はいはい。それで桜って意外に目立つんですよ、そのピンクって。あー、なるほどね、うんうんうん、うん、で写真撮るとだからまあ白くなっちゃったりすることって多いじゃないですか。なりますね、はい、ピンク色は綺麗に出なくて、うんうん、ですけども遠目で見るとピンク綺麗に映るんですよはいはい、うん、で誰が見たったら桜だよなみたいな、うんうん、それが困りますね。あと散った時とかね。あー、そっか、足元ダーみたいな感じでうん、うん、まあそういったことがありますけども、まあ、あの桜特集なんていうのは前の年に撮らなきゃいけないので、はい、今年も桜の写真をどっかしらで撮ってきます。うん、はい、まあ本当にでも、この時期になると特にやっぱりね、普段そんなにいわゆる写真撮ろうって思わない方でもカメラ片手に出かけれる人とか増えてくるようなので、まあカメラ業界の、まあ、人たち、まあ、そういうメーカーの人たちなんかもいいカメラこう宣伝してカメラ持って出かけましょうよっていうようなアピールもできる時期ですはありますよね。そうですね、やっぱり桜の時期っていうのは、はい、いわゆるこう節目の行事が多い時じゃないですか。うん、まあ、そうですね、卒業式や、まあ、卒園式とか入学式とか、はい、それとこう、まあ、桜っていうのがマッチするっていうのもあって、はい、そういう時に写真どうですかみたいな感じでね、うん、はい、やることは多いですね。まあ、でも本当にこう今年なんかも非常に開花が早かったじゃないですか。なのでまあ僕たちの子供の頃のイメージっていうと入学式に桜っていうのがあったんですけど、もう入学式なんか基本的に葉桜ですからね。もう今はそうですよね。それが当たり前っていう方もあれなんですけども、はい、まあ入学式の時はもう桜ないでしょみたいなね。そうですね、うん、葉桜で、まあ、お祝いかなっていう感じがするんですけどもね。まあ、ただ静岡市民で言うとですね、今年静岡祭りがちょっと遅いんですよね、曜日の関係で、うん、で4月の5日6日7日なんですよ、うん、
なので桜がどうかなみたいな。いや無理でしょいやいや、ここからなんかめちゃくちゃ寒くなってくれてちょっと我慢してもらうみたいなのになるといいのかなみたいなね。なんか今週も確か雨でしたよね。そうです、そうです、はい。その時になんか付き合うかもみたいな話をしてますね。でもあの今日ね、まだあの街中とか見ていても満開のところもあるんですけど、まだほとんど開いてないところもあるんですよ。なので、まあ、満開になってから1週間ぐらいはあの結構雨が降っても強いとかって言われてるので、いやギリギリかな、葉桜になりかけてる感じのそういう微妙なあたりぐらいかな、5、6、7っていうのはっていう、はい、うんうんうん、ところです ね、 ね、今月もったらいいなっていうぐらいで考えてますけどね、僕ね。あ、まあ一番のね、あの例えば関東エリア、そして東海、九州にかけてだと28、29、30、そのあたり、まあ、うん、まあ最後かなって感じもしなくもないところですよね。そうですね、はい。まあ、毎年毎年か、こう早いな、早くなったなっていう印象を持ってると、うん、はい、その桜イコール4月っていうイメージから、うん、あ、3月終わりだねっていうふうになるのかしらね。まあでもそうですよね。なんか卒業式に桜みたいなイメージになってきている気はしますよね。しますよね。うん、でましてあのいわゆる早咲きの種類がこう いろんなところで見るようになったじゃないですか。それこそ河津桜もそうですけども、うん、はい、ね、そうするとやっぱ桜はもう3月の例えば、ね、上旬にはもうあって、はい、で今みたいに、ね、おっしゃった通りに卒業式にこう散る頃に、うん、一緒にそのあ卒業式桜散ってたねっていうようなそうです、ね、感じになるのかしらと思いますよ。うん、そうするとねやっぱ桜たくさん撮ってもらいたいんですけどね。僕らも写真撮ってもらいたいんですけども、うん、まあ、時期的にね、はい、さっきも言いましたけど行事が絡んでるはずなのに、うん、まあ、意外に写真梅は撮るんだけど桜は撮らないっていう人も多いので、あ、そうですか、ぜひ撮ってもらいたいなって思います。僕今年は桜はあの寒桜ちょっと撮れなかったんですけれども、河津とあと、まあ、ソメイヨシノはもう撮ってますね。あの静岡市内だとね、あの三輪の里のところでね、はい、綺麗に咲いてましたよね、うん、河津桜ね。そうですね、はい、うん、あのそこは結構ブログでアップされてる方も多かったですね。ああ、そこはこれからすごくなるような気がしますね、うん、はい、駿府城公園はまだ全然ですかね。2日3日前に駿府城公園ちょっと見に行ったんですけれども、よく皆さんが駿府城公園で、まあ、あのお花見をするあたりは、ほぼ咲いてなかったですまだ。ああの、はい、なんだっけな、附属中学のところかな、城内中学の附属中学のところに、はい、あのいつも咲いてる桜が、早く咲く桜があって、はいはい、それは咲いてるなーなんて先日通った時にね、うん、そうですね、あそこは咲いてました。ね、もう咲くななんて思ったんだけど、まだ中です、うん、まあ、中はまだですか。まだでしたね。そうですか、うん、もう絶対に撮んなきゃいけないんで、うん、そういう情報はありがたいです。ぜひぜひいろんなところの桜をね、萩原さんにも追いかけてもらいたいなとか思うんですけど、もう市内たくさん追いかけるつもりいるんですけどね。そうなんです ね、うん、ね、雨だけねちょっと気になりますね。はい、はい、さあそして今日21日なんですけれども、いろいろ雑誌も出てるんですよね。あ、それはね、それよりも、はい、それはね、今月はちょこちょこなんで、そんな言うほどでもない、うん、はい、来月なんですけど、はいはい、新年祭が始まりまして、うん、はいはい、新年祭が始まるんですよ、はい、デジキャパで。で、こんなに早く行っちゃっていいのかっていうことなんだけど、はい、一緒にやっているタレントさんがもう、はいはい、連載始まりますとこうブログで言ってるのではい、なるほどなるほど、うん、うん、なので告知しちゃいます。あ、お願いします。はい、それはですね、AKB のですね、うん、いつも、ご一緒させてもらってる藤井玲奈ちゃん、あ、はいはい、と、デジキャパで来月5月号から、うん、はい、オリンパス10というカメラを使って、オリンパス10、はい、うん、僕がレイナちゃんに写真を教えるへっていう連載が始まります、うん、それがもう連載なんですね。連載です、はい、
何回とは言いませんけど連載です、うん、これから続きます、はい、へー、あー、面白そうですね、うん、それを先日撮ってきましてね、はい、面白い仕上がりになると思うので、なるほどなるほど、はい、それをぜひぜひ楽しみにしてもらいたい、皆さん見ていただきたいな、これからカメラ始めるって、うん、真っさらの状態で渡したので、うん、だんだん上手くなっていくと思うんですよ、はいはい、うん、そうだからこれからカメラを持ってみようかなとか、うん、始めたよって人に ぜひ見てもらいたいなと思います、うん、まあ、そういう意味でね、若い子たちがそのカメラ持ってこう自分で撮って徐々にこう上手くなっていくっていうのかな、そういう、ね、部分をこう見れれば、なんかみんな、あ、自分もちょっと撮ってみようかなとかいろいろ考えるようになってくるし、新しいカメラとか買ってみようかなって思うんですかね、皆さんね、思うと思います、うん、あ、そうだ、その先に言っちゃうと、そのカメラは、はい、レイニャンが使ってるカメラを読者プレゼント、うん、あ、そうなんですね、そう、その連載期間中に応募するってことですか、そう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 、オリンパスペン、オリンパスペン本人が使ってるやつです、あ、そうなんですか、そう、それまで言っちゃうと、はい、うん、なんか AKB ファンじゃなきゃ食いつかないような言い方なんですけど、うん、本人が使ってるそのカメラを2、3入れて、はい、でプレゼントするんですよ、ほー、太っ腹だなオリンパス、すごいですね、ねえ、うんうん、やってくれるなと思っちゃったんですけどね、僕にはくんないらしいんですけどね応募したらいいじゃないですか、応募したら、あ、絶対に弾かれると思うんですねそうですね、それはおそらくそうなりますよね、うん、間違いなく弾かれると思うんで、うんうん、まあ、そういった企画がありますので、はい、それ楽しみにしていただきたいなと思います、はい、あ、で来月は、うん、もう今すっごい撮影詰まってて、今その来月分のやつですね、はい、たくさん紹介します、来月は、あ、はい、じゃあ次回ちょっと非常にちょいちょいなんで、うん、そんなにいいです、はい、楽しみにしていますので、はい、はい、ということでね、まあ、本当に桜の時期っていうのは非常にこう短いですから、萩原さんも追いかけて桜をいっぱいこう撮ってほしいなと思いますし、まあ、当然僕たちもいろいろこう桜のね花を撮りながらなんかブログにアップすると結構アクセス増えるので、ブログアクセスを狙ってる方なんかは桜を撮ってあげればいいのかなとちょっと思ったりとかしますけれどもね、私どうかほら平野部と山の方行けばね、涼しいわけですから、うん、こうなんていうかな、見られるところがね、期間が長く見られるところもあるので、うん、ぜひ追っかけてみてもらいたいです。ちなみに桜ではないですけど、今わさびの花、うとうぎとか行くとわさびの花が結構綺麗に咲いてますので、白い小さな花が、まだ終わってなかったですか。まだ終わってないですね、はい、今日はちょうど、うん、そろそろですよね、ぜひ見てもらいたいですね、はい、皆さん見に行っていただければ、うん、なんかそのわさびの花ってなかなか見る機会ないと思うんですけれども、うん、ぜひ、あれ可愛いですよね、あの花白くて、可愛いです、可愛いです、はい、うん、ぜひ見てもらいたいです、あれ、はい、そういう花もこう撮るとなんかちょっと癒されるんじゃないかなと思いますけれどもね、そうですね、桃はもう終わっちゃったのかな、桃園町とかねすごいんですけどね、桃はちょっともう終わってると思いますね、と思いますよね、はい、まあ、これからね華やかな季節になって、はい、たくさん咲くのでぜひ見てもらいたいなと思います、でたくさん撮ってもらいたい、はい、写真をね、そうですね、はい、ということで、まあ、お届けしてきました萩原和樹さんのフォト魂のコーナー、はい、はい、また、来月入ってすぐですね、来月の、今月も1回ですかね、今月はもう1回はない、ある、あ、来月、ない、来月ですね、はい、来月ですか、はい、4月の今、うん、追われてます、仕事に、すごくそういう追われてる内容とか、はい、様子とか頑張ってこなしてきます、これからまた、はい、お願いします、はい、了解です、はい、ということで萩原さんどうもありがとうございました、こちらこそです、ありがとうございました、はい、失礼します、どうも、見てこれ6